今年の汚れ今年のうちにだけど開けてないのがあったんですよね。アマゾネス、アマゾネス、なんだ、 B モバイルスマートシム2980円だって。今まで B モバイルの U300 使ってたんですけども、これです。でもう一個はこれはなんだ、アマゾネス、あら、任天堂 3DS LL。 今のところこれをつついてる時間そんなにないんですけどね。今までの 3DS ね、アンバサダープログラム入りのやつは娘が使ってたんですけども、それからね、プチコンマーク2をこっちに引っ越しするとアンバサダーも全部こっちに引っ越しされちゃうみたいなんですよね。そこはちょっと爪の激しい抵抗に遭いましたけども、もうしょうがないです、ご利用しで。アンバサダープログラムの権利も引っ越しされますか？引っ越しされます。なお両本体に権利があった場合は引っ越し先の権利が消去され、引っ越し元の権利が引き継がれます。アンバサダー権を失う危機もあるんですね、引っ越しって。引っ越しの時ってね、結構大事なものがなくなったりするじゃないですか。 DS のデータもそうなんだな。こう、娘が受験中なのにドラゴンクエストのソフトを起動してました。きっとワンタップ程度の簡単な操作ですぐできちゃうと思うので、もうやっちゃいますね。これ多分これでしょ、多分。その他の設定、ソフトのデータ、引っ越し、インターネットに接続して、あ、やっぱ Wii U と同じなんだな、雰囲気は。任天堂 3DS と引っ越し、この本体で引っ越しできる回数は5回です。はい、この本体から送信、やってるやってる。時間かかるね。え？こっちもつけとけって。何もつけずに待ってたよ。ね、待っててもダメなんですよ、皆さん。なんかこれ初期設定みたいなのあるけど。たたたちつてらみなと地域。本体設定。その他。これ引っ越し。電池切れるよ、こんなことしてたら。あ？本体更新しないとダメですって言ってる。ちょっと一回やめます、これ。やめていいの、これ。やめたらダメだ。本体更新ってどうやんの？あ、本体更新あった。いやー、任天堂さんの引っ越しやっぱ Wii U も 3DS も結構大変だな。まあこれ準備してなかっただけなんだけど。よくこの引っ越し屋さんが待ってくれてますよね。群馬から神奈川県に引っ越しするときに、引っ越し屋さんは高速で移動して、僕は自分のミニクーパーで一般道を通って移動しちゃってね。引っ越し屋さんが先に着いちゃって、ずっと待っててくれたんですよね。あの時ちょっと申し訳ないことしたな。ごめんなさいね、引っ越し屋さん。やばいよ、電池が。3DS 同士。別の 3DS から受信。来たか。引っ越し元を探しています。これか。はい、次へ。はい、引っ越しをする。本体メモリーにある DSiウェアを SD カードに移動する。コンマーク2移動中。あ、ちょっと電話ですよ。はい、もしもし、テラミナトケロ。ヒロシさんも引っ越し中。消去する。いいえ、やっぱバッテリーが少なくなりましたとか言われた。 AC アダプターガチコン。あ、なんだ、 3DS の引っ越しもピクミンが出んの。データの送信が完了しました。7日間は引っ越ししかできません。ゲームもプチコンもできずに引っ越ししかできないの、これ。引っ越し専門業者ってわけか。特化したな。引っ越しのことなら 3DS にお任せください。買ったばっかになっちゃったよ。引っ越し元の本体で DS ウェアを移動した SD カードを挿してください。こっちはソフトがこんだけになりました。 SD カードを抜いて移動する。引っ越しできる回数は4回になりました。アンバサダープログラムなんかもバッチリ引っ越しできました。よし、じゃちょっとこれね、なんかカタログかと思ってたんですよ、試供品とか。おいおいおい、アマゾンさんオリジナルの 32GB の SD カード存在に入ってました。危うく捨てるとこですよ。皆さんもアマゾネスを捨てるときは中までよく確認してくださいね。危ないですよ。